西武2から11ソフトバンク、13日ベルーナドーム。今季西部から加入したソフトバンクの山川穂高内野手が2打席連続の満塁本塁打を放った。3対0の6回に左中間席へ運ぶと、7-0の8回には左翼席へぶち込んだ。写真、何があった守備につく直前、感極まって山川が号泣。 1>, 1試合2本の満塁本塁打は1951年の飯島茂哉、大栄、と、2006年の二岡智博、巨人、以来でプロ野球史上3人目。2打席連続は二岡以来、2人目。6回は2ストライクと追い込まれたが、西武、水上のスライダーを捉えた打球が左中間スタンドへ飛び込んだ。ダイヤモンドを1周した山川はスタンドに向かって威勢よく、ドスコイを披露。 これにはこの日、静かに見守っていたフルスファンが一転して大ブーイングを起こした。ベンチに戻ると山川は、ホームランを放ったバットを握りしめて、感謝。仲間からの祝福にほっとしたような安堵の表情。球団広報を通じて、打ったのはスライダー。追い込まれてからなんとかしようと必死でした。満塁のチャンスを生かすバッティングができて本当に良かったです、とコメントした。 2本目の後は、控えめの、どすこい、だった。山川は初めて敵地として乗り込んだ12日の試合で、初回の第1打席から、ルスファンから野球場にいるとは思えないような大ブーイングを受けた。そんな中で6回の第3打席で中禅打を放つなど、4打数1安打3三振。意識した。的にしたら怖い印象をある。育ててもらったし、当然感謝もしている。と話していた。